How are you doing, guys? This is Sunlight Japan. さあ、今回は以前にお送りしましたタグホイヤーオータビアの開封レビューに寄せられたコメントの読み返しを行います。もう早速いますよ。 Let's go。 まずはオナスさんですね。ごついから日本人には合いませんねはい、ありがとうございます。そして、JB23 さんですね。すみません、日付送りは6時くらいにしておいた方が良いのではないでしょうか。生意気言ってすみませんと、午前午後確認してまあやったもんですから、うん、そうですね、午前11時ですねというふうに打ちまして、はい。それからまあ神楠さんが、腕時計を購入するとき6時に合わせておくという良いということを聞きますからねと、私も午前であると確信したら侍ジャパンと同様に日付送りをしますと。JB さん、丁寧にいただきまして、カメックスさんに失礼しました、ドキドキして見てましたとあ、で私にも、はい、ありがとうございます。次はバーフバリ誰かさんです。少し大きく感じるが文字盤のグラデーションが良いですね。いやー、ほんとね、この茶色の濃くなっていくグラデーション素晴らしく綺麗ですよね。うん、で文字盤が大きいので見やすいということですね。ダイバー風に見えますがパイロットウォッチなんですかねと。そうですね、これは、アドベンチャーウォッチと、次世代のアドベンチャーに向けたウォッチですよね。ということで、まあ、エクスプローラーみたいな感じのイメージなのかなと。次は焼きそば番長さんです。サムライ殿、こんにちは、さあ。あ、そうか、拙者とかね、使ってくれたらいいな、みたいな。この腕時計は光沢が素晴らしいですね。細部のインデックスも綺麗で、シンメトリックで、バランスの良きかなと。ふむふむ。最近のオスイスのオブランドは、クロノメーターモデルが定番、かしてござるな。はあ、はあ、さようでござりますか難しいですねぎょいみたいな。これはご返信が、あ、カメックスさんですね。クロノメーターだと絶大な安心感が得られる気がします。ただの自己満足なのですが、文字盤のクロノメーターの表記は嬉しいですと。そうですね、これクロノメーターなんですよね。そして、うん、確かに、まあクロノメーター検定をね通していると、コスクの COSC ですね。あれ、あ、そうそう、COSC、 略してコスクと、うん、外国ではそのように言います。コスクです。かっこいいですよね、コスク。やはりまあクロノメーター検定ということは、もうある程度のね誤差の範囲ですよということが証明されていますので、アップルね、プルーフされていますので、それはやっぱり安心感絶大ですよね。はい、本当におっしゃる通りで。次に参りましょう。ナオさんですね。あれ、私の彼らよりめっちゃいい箱になってる、悪いあ、もうね、本当にすごく、本当に何ですか、オータビア専用箱でしたもんね。きちんとブランド名がタグホイヤーオータビアと入ってますからね、すごいですね。ちゃんとシリーズ分けしてるんですよね。で、カメックスさんご丁寧に返信がありまして、そうなんですよ、箱を見た時オメガを思い出しました。うん、箱が立派でも置く場所がなくて本当に困っていますもう本当に困っていますですからね。伝わってきますね。はい、そしてナオさんが、タグホイヤーってこういうところにコストをかけないで価格競争力を上げてるのかなと思ってましたので意外ですねと。そうですね、定番の分は黒いね、ちょっと小さめのタイプですよね。はい、今これちょうどねアップで映ってます。で、じゃあ、 まあ次へ参りましょうね。ふみたんさんでございます真似ですよ。はい、ごついけどまとまってて良いですね、にっこり。デカリューズとドームサファイアが雰囲気を醸し出してますね。こ
個人的には絞り込むベゼル形状とインサートのメモリ等の刻み書体が、これ今ねご覧になれると思うんですけど、細いのがとてもかっこいいと思いましたと。ギューッと絞り込んであって、そしてこれセラミックですもんね。もう見た感じサファイアクリスタルの、まあ、ベゼルみたいな感じに見えるんですよ。実物を見てもね、すごくこう丸っぽい感じですか。平べったくピシャッとまっすぐに落ちるのではなくて、続きましてパックンチョさんですね。美しくかっこよく重そうで素晴らしいデザインの文鎮ですねと。はい、もうしっかりとね髪をホールドしてくれますから、もうかちょっとやそっとの風じゃね飛ぶことないですよ。でホイヤーからタグホイヤーに変わった初期の頃にコンビブレスの固形のクォーツ式ダイバーを買ったんですよ。ああそうなんですか。当時流行っていましたと。はいはいはい、もうクォーツねでしたもんね。あの頃は、使い始めて半年くらいで金色のメッキが剥げてきて、腕の皮膚がチクチク痛いので弟にあげました。その境目がこう引っかかる感じですかね。その後中身は、エタ社のものだと分かり、じゃあスウォッチでいいじゃんと思いやたらと集めた思い出がありますと。あ、スウォッチをですよね。前おっしゃってましたもんね。はい、今はホイヤー時代のクオリティに回帰したんですね。素晴らしい。はい、そうですよね。タグホイヤーは CEO が変わってから、劇的に良くなったということで、あのド忘れしましたね名前を。たった一人のね、リーダーによってそれだけ変わる。まあそういう世界もあるんだなという感じですね、私からするとね。次はカメクスさんご本人様です。久しぶりのグーチョキパーをいただきました。グーチョキパーですからね。はい、自分の時計のレビューを受けるのはなぜか緊張してしまいます。もうちょっとカジュアルに言えればいいんですけど、まあ私の性格上、まあこんな感じなんですよね。あ、面白くはできるんですよ。ただもう本当にちょっとぶっ飛んでしまう感じに なってしまうと、逆にこのおっさん大丈夫かなというふうになるので、割と真面目にこうやっているつもりではあるんですよね。この時計のを好きな方っていうのはね、こう繊細な方もねたくさんいらっしゃいますので、なるべく言い間違いがないようにとか何度も見直してしまうと、アップするまでにね、そういう感じがありますね。はい、続きまして、いろいろと自分の見えなかったところを言葉にしていただいてより愛着が湧きましたと。ああそうでしたか。それはもう本当に何よりでございます。はい、ありがとうございます。続いてまいりましょうね。コメント17件、千賀寺さん外箱でかいと。中箱は高級時計並み。いや本当に箱の良さも、まあ私は、まあやっぱり立派な方が、ね、素晴らしい、素敵です。文字盤の薄茶色も珍しい、超高級な文鎮ですね。いや、そうなんですよ。本当にね、もう皆さんよくわかってらっしゃいますよね。文鎮なんですよね。はい。雨にも負けない文鎮ですよ。100メートル防水ですから。100メートルでしたね。はい。そして、タグホイヤーも一昔前から随分変わりましたねと。見事ですと。私のリンククロノグラフデイデイと CJF211B キャリバー16はオーバーホール中ですと。10年ものですが、リューズやゼンマイ交換で8万円だそうですと。ああ、なるほどですね。ショックの中で見たTG タグホイヤーですかねは、昇進には毒でした。ああつまり8万円もかかったのでと。そうショックを受けてらっしゃって、でその時に、タグホイヤーがアップされたっていうことですかね。
なるほど、そういうこともありましたか。また次回も楽しみにしています、ありがとうございましたと。あ、無事にね帰って来られるといいですね。はい、次は尾崎さんですね。限られたパーツの中でしっかりと差別化が図られていますね。ドーム型の風防の表面とベゼルとの一体化、ベルトの仕上げがかっこいいと思います。そうですね、本当にこれはシュッとベルトがテーパードして、美しくテーパードして、今これちょうどサイズの測ってるとこですけども、そしてギューッとラグがね曲がって絞り込まれていますよね。まっすぐではなくてギュッと先端が曲がっていますので、フィット感非常に良いんですよ。でまあ最初に一番最初のコメントでね、大きすぎるなと、日本人合わないなということだったんですが、いやそんなことはね、やはりねぴったり合うようになってますね。で、まあえて申し上げますと、日本人が手首が細いと、まあ体格はもちろん、まあ身長であるとか体重である違うと思いますが、そんなに変わらないですね。どちらかというと、まあどなたと比べるかにもよるんですけどね、なんていうんですかね、腕はそんなに太くないと。どちらかというと日本人の方が、まあ、骨太な感じ、イメージですかね、私の経験上、まあ、今まで何千人何万人と、そうですね、外国人とは接触していますけれども、接触というか手首自体がごついといえば、まあ、筋肉がムキムキとか、まあ、そういうのはありますけどね。まあちょっと話が脱線しかけているので、まあこのぐらいにしておきましょうね。まあ簡単に言いますと、そんなに変わらないと。まあ、5ミリ、まあ、10ミリ程度は違うかもしれませんが、極端にもう2センチ、3センチと違うわけでもないんですよね。まあ、いわゆる外国人でも、細い人は本当に細いですからね。もうちょっと余談が多くなりますので。はい、今回もコメントたくさんいただきましてありがとうございます。それでは、今回は失礼いたします。ありがとうございます。